はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ、今回から新しく出ました中世編ですね。こちらをやっていきたいと思います。かつて勇者が魔王を倒した地ルクレチア、今再び魔王が蘇る。新たな勇者となり魔王を打ち倒し王女を奪還せよ。中世編やりましょう。確かになんか中世みたいなのないのかなとはちょっと思ってたけどね、その時代的に。いや、めっちゃ城だ。はこいつだって外にいるの、行かれてねえか。あ、なんかバトルを見てんのか、武闘大会みたいな。ではこれより我がルクレチア王国武闘大会準決勝戦を執り行う。西は情報、名は何と申したか。いやいや、準決勝まで来たんだからさ、名前くらい覚えててよ。オルステッド。いや、アームストロングは覚えててさ、なんで俺の名前忘れてんだよ。東はストレイボー対ワットナーベ。ストレイボーも覚えてるし、しかもワットナーベってなんかもう渡辺さんじゃん。力の限り戦ってくれ。どっちがワットナーベ。アームストロング大佐、中佐だっけ。まあ分からん。 V 社員。ちなみに俺レベルいくつ、勇者といえど。もうただの切り合いだろうね。片膝ついた。俺が先に片膝をつくのか。向こうはヒットポイント9でも片膝つかずに頑張ってんのに。勇者よ、それでいいのか。だってさ、赤いの。西の勝者はオールステッド。東はやっぱりこうなるんだ、父ちゃん。これ死んでんの？勝者ストレイボー。魔法使いか。では引き続き決勝に移るわけだが、その前に国王陛下よりお言葉がある。二人とも見事。これから二人で決勝を争ってもらうわけだが、勝者にはこのアリシアに求婚する権利を与える。これさ、あくまでも求婚する権利でしょ。断られる可能性あるんだよね。遠慮はなしだ。旧友だからといって手加減などしたら許さんからな。では対ストレイボー決勝戦。走れ。いや、これ近づくまでになんか何発か食らいそうだな。アイテムない。もちろん逃げることもできない。まずこれでいくつ当たるか。カットワンウェイ43。
中攻撃だったらもう倒せそうじゃん。敵をうがて火の窓。一歩上に行って V シャイン。しまった。V シャインを2回打っとけばよかった。いやだが耐えられるはずだ。これだ。もう二人ともボロボロだ。どっちがやられてもおかしくない。そうはいかん。おいマジかよ。何このあと一発でっていうのがさ。敵をうがて火の窓。いや無理っす。もう二人とも無理っす。止めてください。なんとか満身創痍だ。もうで裏方2レベル回プラスリンク。勝者ウォルステッド。大丈夫だ、お前の勝ちだ。では勝者前へ。よくやった。さあアリシアよ。アリシア、そんなんでいいのか。どこの馬の骨とも。おっしゃいましたね。とても勇敢な戦いぶりでした。だって名前すらさ、喜んで初めて知ったのに。本当そんなんでいいの。となりましょう。大臣には名前を忘れ去られ、勝者を、そしてアリシアとの結婚を、いや我がルクレチアの未来を築く二人を祝福しようではないか。皆の者、この場合俺の立場ってなんだ。まず王様はまず健在だからトップではないよね。あくまでもこれ娘か、だから王様の娘のなんていうの、旦那。どれだけの権力を誇れるんだろうか。でもただ子供ができれば後継ぎにはなるはずだから。とても素敵な宴でしたね。父上ははしゃぎすぎのようでしたけど、父上も嬉しいのです。あなたのような世継ぎができて。もちろん私もです。姫というのはやめてください。今は私とあなただけ。これからは父上よりも、いえ誰よりも。あなたを信じます。いやこれそう言ってるけどさ、これ仮にアームストロングがさ勝ち残ったとしても同じ態度取ったか。若干の中二病はあるけど、まあそれなりのイケメンっぽいからね。レベル2で勝てるか。ドラグノン毒液11。あんまり強くはないな。ただ出よう。お、これ反撃技じゃん。いいね。ていうかさ、こいつこんな状況でもさ戦闘の準備してたんだな。まあそれは褒めてやろう。プラスリンク。いつでも戦える準備になっている。たとえ妻とイチャついている時でも。オールステッド。これ姫をさらう理由は何だ。魔物の
結構近いよね。あそこだったとしたら、あそこだ、もう見えんじゃん。ただこれは山に囲まれてるの。魔王あり。邪悪な心、邪悪な力を持ち、邪悪な姿となりて、すべてを憎む者なり。西の山に勇者あり。強い心、強い力を持ち、勇ましき姿となり、魔王を打ち砕かん。魔王。なんということだ。再びこのような悪夢が訪れるとは。あの忌まわしき魔王が蘇ったというのか。かつては勇者ハッシュが魔王を倒したが、今やハッシュは心を閉ざし、人里離れた山にこもっているという。人間嫌いになってしまったという噂だが。あなたが行くというのか。まだ自分は勇者じゃないんだ。それでこそ魔王を倒し、アリシアを救い、この地に平和を取り戻してこそ新しき勇者。新しき勇者こそ我がルクレチアの世継ぎにふさわしい。頼むぞ。そなたならきっとアリシアを救えると信じておる。姫がさらわれた失態は責められてないな。しょうがないものとして処理されている。地図。いや、金くれ。勇者の山、魔王の山、ファミリオの村、ルクレチアの森。よかった。なんかそなたがついていながら不甲斐ないみたいなこと言われなくて。大臣が詳しい、ハッシュの話。かつてもう20年も前に、どこからともなく魔王が現れ、東に魔王山を築き、このルクレチア一帯を脅かした。そしてアリシア様を身ごもったオキサキ様を連れ去ったのだ。その時立ち上がったのが勇者ハッシュだ。僧侶ウラヌスと共に魔王に戦いを挑み、そして倒した。陛下はお喜びになり、ハッシュは一躍英雄となった。だがなぜか人間嫌いになり、西の山にこもってしまったのだ。僧侶ウラヌスも今や行方知れずだ。結構最近の話なんだね。同じ代の話じゃん。その100年前とかさ、200年前に魔王がいたとかじゃなくて。もらえるももらってこ、とりあえず川の鎧しょぼいな。アリスのビスケ、え、取れんの？お覗くの、え、マジで？ノルミックソード、まあ、結婚したからこの城のものは俺のものと。ノルミックソード一緒じゃねえかよ。王族の盾、王族の盾ってどんくらい？ああ、まあまあ、でもそれなりにはあるか。川の鎧と川のブーツがしょぼいよな。なんか魔法ないの？あの幼なじみの魔法使いは仲間になりそうだよね。自分が肉弾先行劇役で
魔法使いくんが魔法役そのまんまだけど、神聖アーマーこっちの方がいいじゃねえか。あの剣はディフェンダー、ヨシュアの実。 あっちも光ってる、ヨシュアの実。ここら辺は光ってないか。ディフェンダーってどういう感じ。まあ防御力上がるよね。そうだよな。これさ、ディフェンダーこっちにも装備できんじゃん。素早さがめっちゃ上がるな。え、これこっちの方が良くねえか。二刀流って感じではないんだけど、見た目二刀流。じゃあ外へ出ますか。こっちある？特にない。もうなさそうだね。姫様を頼みます。こいつらのさ鎧欲しいよね。なんか鋼の鎧みたいなの装備してるし、俺だってこんなんだよ。もう全然違うじゃん。貧相すぎるだろう。ちょ、お前神聖アーマーみたいなの手に入れたけどさ、せめてさくれよ。自分で探すんじゃなくてさ、テラスここにいたのか。テラスには何もない。なんか兵士以外の人がいないなこの城。まあ、あと大臣もいるけどさ。ルクレチア城広場。特に樽に何か入ってるわけでもないし、もう貧乏人だからな。だから金っていう要素ないよね。そういえば多分自分でアイテムを調達しなければいけない。広すぎだろルクレチア城。何もねえのに無駄に広い。いや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 、どんだけ。ない。やっぱ光ってるっていうのがいいね。え、武器庫に入れるようになった。なったって言うけ。超一般の話そます。え、ちょっと待って、今何切れたか分かんねえ。いやマジで分からん。アリスのビスケ。これは王族の盾。盾なんてそんないっぱいいる。盾3個も持ってってもしょうがなくねえか。基本ノルミックソードと王族の盾なんだな、ここら辺の。サーリット、これこっちから取れねえし。でヨシは、ヨシはちょっと効果が分からんけど、神聖アーマー基本的に。そうか、神聖アーマーか。川のコテ、川のコテ。ユニコーンホーン、チャリオブーツ。なんで俺にはさ最初からくんなかったの。ひどくない？ユニコーンホーン、え、使うと全ての状態異常を回復させる。え、どうなんだろう。持ってた方がいいのか装備した方がいいのか。ただヒットポイントは回復しなそうだからな。これでヒットポイントも回復しますっていうやつだったら確実に持ってたけど、どうなんだろうな。装備しちゃってもいい気がする。じゃああと左に何があるか。旅立つんだ。これ仲間の分も今もらったってことかな。もう少し別の仲間とかが牢獄だし。4人パーティー組むんだったらまあね、同じのいっぱい持っててもいいかもしれないけど。で城下町もあるんだちゃんと。 なんかめちゃ歓迎されてる。よかった。え、伝わる剣です。ディフェンダー普通だ。
こんなもんってなんだよマジで意味わからん。いや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 、脱いだとかウケんな、治りそう。ヨシュアの日いっぱいあるよ。ハッシュ様しか入れないのか。ハッシュも仲間になるのかな。え、何これ。いや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 、めっちゃ話長。勇者勇者、確かに。これもうあっち側とかにはいけないな。禁足地抜け駆けか。俺も行こう。その魔王とやら武闘大会の優勝を競った、俺たちで倒してやろう。よし、これでストレイボーは仲間になったな。で、ストレイボー自体はなんだか分からんけど、とりあえず装備させた。何使えるんだろう。スキルを見てみよう。ストレイボー、レッドバレット、火、シルバーフリーズ。アイコン説明かな。げ超今更属性ありすぎだろ。はあ、はあ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 、なるほどね。これあれかな、経験値。ちょっとまた今更なんだけどさ、経験値って100溜まったら1上がるんだ。でレベル差がある敵だといっぱい経験値もらえるけど、自分が強くなっちゃうともうあんまり経験値に、普通に出てくる。アイアンビートル、よし。レッドパレットでいいでしょ。あれ、これ当たる？うん、ストレイボーはまだ1レベルだから、そういうことか、経験値いっぱいもらえる。まずどこ、村へ行った方がいいのか、まあ、目的地になってるからこっちの方が。え、いきなり勇者の村、山行くの。勇者の山行くけど、どうせ相手にしてくんないんだろうな、勇者は。ライトライダー、これはプラスリンク。で、もう一歩か。これだ。ヒットポイント5とかめちゃくちゃ弱えな。アリスのビスケ、来た、勇者の山。おお、なんか怒ってる。治りそうか、これが。雪山、うん、分かれ道、さらに下にも行ける。ただしアイテムはない。めっちゃ突っ込んでいってるけど大丈夫これ。プラスインク、いや倒せねえ。腕力ドレインなんて使ってんのかよ。カウンターか。体当たり強すぎる。すいません、倒せません。あ、ヒットポイント回復されてんじゃん。しかもやったか、ドレインで。これやばくね。回復魔法がないからな。
V シャイン32一発で立てるか。55よし、 OK。 一撃で仕留めないと危険すぎる。敵をうがて、火の魔導。絶対こいつの方が強いよ。やったか。アイスヘルムレベル3、パワーハンマー、まだまだ、シルバーウィンド、ウィンドのくせに。しかもさ、アイスヘルム、こいつらからパクったやつの方が。ああ、サーリットってもともと特攻が上がるのか。まあちょっと防御だな今は。結構長いフィールドだな。普通に来ちゃってるけど。げ、やべえ、やべえやつが出てきた。だが、じゃあ無理じゃね。めった殴り。まあ回復魔法がないからね、耐性全部あるじゃん。いやもうこれしかない。500ってやばくねえか。マジで勝てる気がしない。いやいや無理だって。逃げよ、普通に逃げよ。これは無理だよ。まだ早いか。絶対早いわ。なんかいきなり強力な敵が出てきたな。だって今レベル2とか3だよ。そりゃ無理ですよ。もうこいつらを相手にするのが一番。で、V シ、パワーハンマーって何？物理か。あ、物理弱かったな、こいつ。で、レッドバレット。レベル1上がるとだいぶ強くなるからね。パワーハンマー買ってみよう。ハンマーパワーだし。叩きつけだな。これで経験値がいくつ入ったか分かんない。ゼロだったから18と40か。ちょっと村に行ってみよう。なんか ここは早い気がする。まあ、だいたいさ最初村寄ってって感じじゃないの、ストーリー的に。なんか変なの出てきたな。まあいいや、 V 社員シングイーターはマジで弱い。でこいつ風か。ウィンドのくせに風じゃないっていう。レッドバレット行くしかない。オッケー、やったか。体力ドレイン、ドレイン系が多いな。カットワン、 A 倒せるでしょ。うん、次でレベル上がりそうだな、ストレイボー。範囲魔法とか覚えてほしいんだけどな。やっぱり勇者って言っても自分は完全に戦士か、どっちかっていうと。今のところその勇者的要素はないよね。戦士的要素しかない。これである程度の魔法が使えるよって言うんだったら勇者としても認めてあげるけどさ、今のところただの戦士。敵をうがて、火の魔導、終わりだ。体力ドレイン持ってかれる。せめて回復魔法を覚えてくれれば。また戦いだったか。お、僕の盾なんで持ってんの、こんな魔法が。あ、ブルーゲイル特攻特防めちゃくちゃ高えな。近道って何？東
東が禁足地か。ってことはちょっと村からやっぱり寄ろう。でもなんか村でなんか買うとか武器防具を買うとかなさそうだな。じいさん、はい、うらら治りそう。勝手に人の家に入る、それは勇者としての特権。そしてもらっていく。随分と立派な盾だな。もらえなかった、ダメでした。俺が取ることを許されているのは草の草を漁る。これぞ勇者。やっぱり行かなきゃダメ。上、あ、何？お母さん。この子ったらあなたの大ファンですの。ファンとかいるんだ。やっぱり舞踏大会で優勝した人だ。外に生えてる草は傷によく効くんです。森の南東に群生してるところがありますよ。そんないっぱいはもう別にいらないかな。いやーないな。やっぱり勇者のところ行かなきゃいけないか。いやボスっていうか、あれな、白クマみてえなの倒せねえからな。まあとりあえず今回はここで終了します。やっぱ目的地は勇者の山っぽいですね。なんか少しレベリングしないと無理かなって思ってます。まあとりあえず、今回ここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。